音を重ねるのにその音イメージできてますか？こんにちは、作曲家の和田貴文です。ワーダー専門学校じゃねえよのお時間がやってまいりました。もし初めましての方がいらっしゃいましたら、番組を見て面白かったらでいいです。ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日はですね、レイヤーのお話です。作曲をするにあたってですね、複数の音を重ねることによって一つの音を作る、レイヤーするんですけれども、その何重にも音を重ねて同じメロディーをユニゾンするってことですね。ユニゾンするんだけど、音をふくよかにしたりとか、いろんな効果を狙って音を重ねて一つの音を作り上げる、そのレイヤーするっていうことを、昔からいろんな技を駆使してやってきてるわけなんですけれども、今の時代はレコーダーとかこういう DAW の発達によってですね、いくらでも音を重ねられるし、ありえない音も重ねることもできるし、もう自由なんですね。自由だからこそ無茶なこともできちゃうし、おかしなことになって破綻することもあるし、気づかない間に、ごちゃごちゃになって本来何をしたかったのかが見えなくなってしまうこともあるんですね。何はなくともちょっと何か音がないとお話ができないので、ダサい曲用意しました。聞いてみます。はい、こんなアイディアがあったとしましょう。例えばこのレイヤーをしていく、もちろん対旋律を入れたりとかリフを入れたりとかっていうアイディアももちろんあると思うんですが、音の肉付けをしようとかいった時に音をレイヤーしていくわけですけれども、結構安易に音を重ねてしまいがちだというお話なんですね。ピアノだったらアコギの音とかをちょっと同じように四部で刻むような感じで入れたいですねとか、ギターの人いるからバンド編成をちょっと想定してギターは四部でやるとかなんてことを言って、ちょっとアコギの音ないので似たような倍音の多いハープシコードを入れたんですけれども、これアコギじゃなくてハープシコードで同じようなことをしているのは、倍音が多い音を入れることによって、輪郭を出したりとか、リズムのアタックのこの四部の頭をこうしっかり出すとか、いろんな効果がありますよね。同じようにエレキギターの人もいる想定だからエレキギターもちょっと入れましょうとか、でここでまた同じようなことやっちゃうと、これいるのかなみたいな感じにもなってきますけど、こういうふうに音を重ねることによって一つの音が豊かになっていくと。であとはベースラインが今こんな風に、ありますよね。じゃあこれピアノの左手を同じようなラインを、やると、なんか分かりますよね。こういうのあるっていうか、ピアノも一緒にやることによって、輪郭も出るし豊かになりますよね。でメロディーの部分、ピアノオクターブで弾いてたんですが、これを青空が見えるようなキラキラした感じにしたいんですよねとかって、じゃあベル入れてみようかとか、安易に入れちゃったりとかして、はい、分かりやすい、いいと思いますよ。このメロディーが立ちにくいから、小さいスピーカーでも聞こえるし、いろんな効果ありますよね。こういう音重ねるってのはよくありますね。であとはなんか60年代サウンドをイメージしてるんですよとか、そんなオーダーがあるか分かんないですけど、じゃあちょっとメロトロンなんか入れてみようかなって、ピアノの伴奏と同じように、こんな音を入れてみようとか、これエレキギターも同じことやってんじゃねえかよみたいな、なんならこのハープシコード
アコギも同じことやってる。はい、もう何がしたいのかよく分かんない状態になってます。まあ、そんなこんなで今出来上がったのがこの状態です。はい、もう大変混み合っております。まあでもなんか結構いいんじゃないのみたいな意見もあるかもしれないです。そうなんです、いいんです。こういうふうに音を積み重ねることによって一つの音を作るっていう技術なので、レイヤーするっていうのは悪い話ではないんですよね。ただ今日の本題というのはアレンジがどうこうっていうことではなくてですね、レイヤーするっていうのが本当に意味のあるレイヤーをしてるかどうかってところなんですね。このメロトロンの音聞いてください。これこの音の何が必要なのかって考えた時に、下絵にあるピアノいるじゃないですか。これがこれレンジ的には結構真ん中の中域から中低域ぐらいにいますよね。それに対してメロトロンがこんな感じで割とレンジ広くいると、もうピアノの領域まで入ってきちゃってて、じゃあこれボリューム下げるかみたいな話になっちゃいますよね。じゃなくてピアノとメロトロンで何をしたいのかっていうことを考えた時に、まあ私だったらここのメロトロンっていうのはノイジーな、なんていうんですかね、かすれた音というか、そこの部分を活かしたいので、私だったらここは緩やかにローカットした、こんな感じで、どこのポイントいるかですよね。私だったらこのぐらい細くていいんじゃないかなって思いますよね。中低域のメロトロンいらないですよね。だからこうすることによってフェーダーが上げられるようになるんですね。メロトロンの何の音が欲しいのかって言った時に、私の答えはこの高い方の音。はい。で、あと例えばベースの部分も、ベースがこのぐらいしっかり低域にいるので、ピアノのベースがこれ結構強めに弾いてますよね。じゃあこの音も何が必要なのかって言ったら、多分そのアタックの部分だったり、このピアノの倍音感ですよね。この感じが欲しいって考えたら、やっぱり同じく必要なのは低域じゃないんですよね。ね。多分ピアノが求めてる部分っていうのはこういう倍音の部分なんじゃないかなと思います。こうすることによってベースの音量も上げられるようになりますよね。こんな感じで、同じようにこのハープシコードとエレキギター、今これ左右に振ってありましたけど、この音どうですかね。こちらも低域いらないです。で、あとはこのエレキギターもそうですね。これなんかは低域がいらないだけじゃなくて、ちょっと上の方の歪みとか足んない感じもしますよね。まあ、あんまりでもディストーションみたいな音にはなりたくないけど、少し輪郭出したいなっていう時はやっぱりサチュレーターみたいなもので、私はですね、前もちょっと紹介しましたが、サチュレーター V2
まあ、こういうのを使ってですね、まあ、このハイの部分を思いっきり上げちゃうんですね。これどういう変化するかというと、こういうふうにですね、少し歪みの部分が増えてくる感じですね。でこれもじゃあ低域いるのかっつったら、まあそんないらないかも。このゴソゴソした部分いるのかっていうところですね。はい、あとは、このピアノのメロディーとベルですね。これも結局同じことで、これなんならもう本当に下の部分しかいらないんじゃないかっていう、本当に上のシャラシャラした部分しかいらないんじゃないかっていう話もありますよ。こういうこと。そのベルの気音になる芯の部分っていうのはピアノが同じ役割を果たしているので、ピアノとレイヤーした音を考えるのであれば、こういうふうに、こういうふうにあのメロディーの中域部分が混雑するんですね。だからレイヤーする上で同じその気音の部分、同じ周波数が入っていれば、そこは音量が倍になったり、まあ、それ以上になるわけですから、それがいるのかいらないのかっていう、ちゃんとイメージして、それいるんだったら切らない方がいいし、ベルの役割が何なのかっていうのが、倍音の部分を足したいっていうんであれば、その気音の部分なんかむしろいらないかもしれないんですよね。で、ピアノも同じく、この辺の下の音いる、これいるのかなっていう、この辺とか、まあ、だからこれも私ローカットマジンなので、この下の方 100Hz とかこの辺はベースラインの大事な部分ですからね、ここを開けておいてあげたいなとか思いますよね。はい、というわけで最初あんだけ混雑した状態で入ったものも、これだけちゃんと整理すれば音色を豊かにするっていう役割でのレイヤーになったと思うんですよ。ちょっと聞いてみますね。いやダメだね、これあのエレキギターとか完全にでかいですよね。こうやって入れてみると必要な部分だけちゃんと出てるんで、全然下げても大丈夫ですよね。こうやってやるとなんかキックとかベースがもっと全然出してもいいなって感じになりますよね。僕はあのベースとキックでかければでかい方がかっこいいと思ってる口なので、もっと上げちゃいます。
ということですね、まあ、レイヤーっていうのは何のためにするのかっていうことをよく考えましょうという実はすごくシンプルなお話ですね。 EQ でここは切った方がいいとかそういうお話ではないんですね。何の部分が必要なのかってことを考えた時にシンセで音重ねた時無駄な音っていうのはすごいいっぱい入ってて昔のシンセと違って低音もすごい入ってますしね。何が必要なのかってことをちゃんと考えてこの音いるのかいらないのかってことはよく考えた方がいいですね。でちゃんと綺麗に足し算をしていくってことをしないとレイヤーする意味がなくなってしまうと。でミックスする時もこうやって混雑した状態でですね、まとまりのない状態になってフェーダーの上げ下げもですねうまくいかないとかってことになってしまうのでこうやって役割がちゃんと決まっていればフェーダーの上げ下げはもう必然的に揃ってくるというか上げたいものは簡単に上げられるしちゃんと道筋ができるんですね、というお話でした。いかがでしたでしょうか。もしですね面白かった役に立った、和田貴文大好きですっていう人がいましたら、下のいいねボタンあとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみに。